うわ、これみんな P スイッチゴールだわ。これに気づける人いる？全員気づいとる、ほぼ。やばい、それゴール！やばい、アホ3人衆をみんなに晒してしまった。ね、絶対ゴールの配置だったじゃん。うわ、裏の裏を読まれた。ライアーゲームは始まってるのかもしれない。あちあち、コイン取ってくるわ。やっぱいいよな、このマリオメーカーのコンパクトさっていうのがいいよな。これラスト1個私取るよ。なんか私ね、やっぱ YouTube を動画出してる人間でもあるが、動画を見てる側の人間でもあるんだよね。だから見てる私からすると、うっ、いけるか。なんか2時間とかのね、動画も、ちょっと長すぎて腰が重いみたいなとこあるよね。だからね、マリオメーカーみたいな、10分とかの動画って結構あれなんだよね。見やすいというか、まあ自分で言うなっていうかもしれない。ウケケ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 ケ、自分で言うなっていうかもしれないけど、この見やすさって、うわ、こここそゴールであってくれよ。今右進まないなと思ったのに、あのルイージ見て、え、すごい。今ちょっとずっと右押してたんだよね。で、途中で止まって、え、バグってると思ったらゴールだったわ。うわ、嬉しい。ん、ノボバーサスプロなのこれ。あ、プロと一般人ってこと。うわ、優しい、優しい。4つフラワーある。よし、なのこれ、ノボとプロを誰か訳してくれ。うわ、これだ、このこれで。よし、なんか無限キャップしようとしてる、あちき今。やばい、あちきにいる。よし、うまいよ。うわ、でもこれあちき、あー、一回戻るわ。これ絶対アイテム取った方がいいわ。あちきにはわかる。で、ここでしっかりアイテム取って、いいぞいいぞいいぞ。ここで3つの状態、これが最強の状態だと思いました。さあ、で、今のうちに多分扉が開いてくれてるから、いいぞいいぞいいぞ。完璧だね、あちき。で、ここも多分みんなが今道を、すごい。最後のワンピース鍵。うわ、熱っ。ボスの匂いするね。来るんじゃないか。は、ほら、みんな生き埋めのセメタリーになってる。あ、これみんな下に行っちゃったんだ。ぽよーん。いいぞ。で、持ってって、いいぞ。しょち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 ょ。ねえ、戻れないんですけど、どうしよう。どうする？キラを呼ぶしかないか。いや、これみんな考えたわ。ここ、めっちゃ、最右端でやられるの。最右端でやられると、多分、みんなに行くまでに時間がかかるから、ここで私、行くしかねえと。いてててててて。おお無限キャップしちゃった。ちょっと心に余裕がちょっと、いや、私、すぐ調子に乗るからな。それが本当に、私のいいところでもあり、悪いところでもある。で、私は鍵を泳がせてたことにより、多分まだみんな取ってないんだよね。すごいタクティクスだ。すごいよ、あたくし。来た。はっ。ふっ。いいぞ。よし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 。みんな帰ってきたね。帰ってきて、わたくしの鍵がまだ来てないと。冷静だ。素晴らしく冷静。で、あ、鍵は絶対こっちに来るから、ルイージ、そこで鍵取ったら意味ないぜ。お、来た来た、ルイージ。やった、やった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 。で、わたくしが、このまま、いや、鍵持ってこう、鍵持ってこう。何があるか分かんない、何があるか分かんない。いいよ。で、このまま、私、あ、落としちゃ、やばい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 。オッケー。で、今日ね、ニュース見てたらね、大谷翔平選手のマネージャーの水原さんって方がいるんだけど、その水原さんがね、違法賭博して解雇になってたね。いや、これね、大谷選手ショックだろうね。結構ずっと長年来のコンビだったんだけど、なんかちょっと裏切られたみたいな感じで、ちょ、心にダメージが来そうだけどね、やっぱこの、身内というか信頼関係がある人からの裏切りが一番きついからね。例えば私が知らないおじさんにね、5000円取られたら腹立つかって言われると、まあ腹立つんですよね。腹立つんだけど、お金的なダメージしかないんだよね。ただこれが身内によるあれだったら、お金のダメージプラスその精神的なダメージもすごいんだよね。うわ、マジかよみたいな。だから大谷選手大丈夫かな、なんかあったら連絡して、マジで。いいぞ。いや、青と、いや、これ負けたか私。いや、でも青の霊圧、いた！いや、こっち投げてくんなよ！やめた！やめよ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 ！心にキャッチボールしようぜ！心にキャッチボール！じゃあ、私、大谷にあるから、君、水。よくないね、よくない。もう、確定！一回食らうのはいいや。ね、一回食らうのはしょうがない。逆にそれも捨ててくれ、一回、私、投げて。頼む！一回、私、よしよしよし。爆速のキャッチ&リリースだったんだけど。うわ、へお、うま、なんだこのステージ。よし、う
わこ、あ、落とさないといけないんだ。いやでもこれアイテム先取った方がいいわ。冷静冷静冷静、みんなが争ってる間に一回テンポ取ろう。よし、アイテム取って、いやこれあれだね、クリボーの帽子取った方がいいわ。そう、これクリボーの帽子かぶってると引っかきができないんだよね。だからこれちょっと実力が問われている。落とそうぜ。あ、違うクリボー落ちちゃった。入ろう。で、うわすごっ、ドンケツの恨みがすごいわ、この制作者さん。いけいけいけ、ゴリ押せゴリ押せ、いいぞ。これは敵だよね絶対に。よし、うまいよ今んとこ。すごいよ私。みんな聞いてくれよ、ワンピース3週間休みなんだよね。お前はこっち来んじゃねえよ。ワンピース3週間休みで、来週はあるんだよね。来週の次がないの、3週間。やばい、早く早く落ちて落ちて落ちて、早く落ちろって、早く、来てる来てる来てる。よし、何なんだこれ。よし、やったやったやった、いや、よし、うまい。全、いや待って、ここまで全試合は私頑張ってますね。どうだどうだどうだ、なんだこれ、全試合頑張ってます全試合。あいつら鍵ねえのに言っても意味ないぜ。これ落とす落とす落とす、早く落ちろ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 早く早く早く落ちろ落ちろ。で、私に鍵がくるとくるとくると、いいぞいいぞ、すごい、全部制してる。これがチャーシュー。うわぁ、お、合ってる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 、よし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 、嬉しすぎ、ガチ嬉しい。いや今ツイッター見たらね、ついに稲妻イレブンのゲームがね、3月28日にあれらしいね。その、いやーいけないわこれ、なんか上から行ってる子いる、やばすぎ。3月28日ね、稲妻イレブンの体験版がついに出るらしいね。発売をね、どれぐらいだろう、4、5、6年、7年ぐらい経ったんだけど、それを得ての発売だからすごい楽しみだね。そんなに、なんだ矢印左、どういうことだろう、全然わかんない。そんな発売まで7年ぐらい経ったゲームあんまないんじゃないかな。いや私もう熱が冷めちまったな、7年の時を経て。うーわーなに、いやまだあるぞ、まだ全然ある全然ある。待ってこれヒントは土管なんじゃない。どこだゴール、どこだゴールね。危ない危ない、冷静冷静冷静、みんな冷静冷静冷静。あれもう一回 P スイッチ押されちゃうよねきっと。みんな帰ってきた、わかった、これ待ってて、行くよ。これ栄光の駆け足、熱い、よし早く早く、みんな来ちゃう、早く早くしてくれ。だから稲妻イレブンのゲームはね、ちょっと見たいよね、どんな感じかね。多分配信する方とかいると思うから見てみたいね。7年越しか5、6年ぶりの歌手のアホしかいないわ、私ルイージだね何やってんのみんな。観戦しようか、マリオの一人勝ちだもんなお、一番右の方見て、7ヶ月ぶりのマリメだね。いや負けるわけにはいかないね、7ヶ月ぶりに。さあ今日7ヶ月ぶりにのマリメの人に勝って終わる。いやいや熱い、これででかくなったのガチ熱いぞ。さあこれ前の人あれだ、7ヶ月ぶりのマリメの人だ。ちょ言いづらいわ、危ない、お前7ヶ月ぶりのマリメの人か、最近もやってる私に勝てると思うなよ。くそ、こいつハンデをデフォルトともしてね。いいよいい、くっ、いやまだまだまだ OK、 いや全然いいよ私2番じゃねえ、いた7ぶり、やっちまったか、いいぞ、やばいって、よし、いいいいいい、いや、スタースタ、シャイニングスタントゥントゥ、きた、まだ間に合う、これ追い抜け追い越せ、目指せセブンイレブン、いい、うわっ、きたきた、しゃしゃ、やったんじゃない、やばいやばい、お前7ヶ月が、よしよし、勝ったか勝ったか、まだあるまだあるでやんす、やべ、やはり7ヶ月のハンデは重いようだね。で上行こう、違う、こうだ、勝った、勝つ、うわルイージ来てる、これどっち、右、よーし、いやー嬉しいね、まだあんのかよ。でもうゴールだぞ、こう落ちなければ絶対勝つ。
冷静すぎる。冷静すぎる。ありがとう、ワロ、バイバイ。